あどうも皆さんこんにちはということでね、今回も後付けでねちょっと実況していくんですけども、そうですね、まあ今回もおぬーくん関連なんだけど、いや申し訳ないです。まあ決して動画のネタがないとかではなくね、まあまずはこちらをお聞きください。まあバーミリオンともなんか茶番劇を繰り広げてたわけなんですけど、まあ俺がそのまあ白神大富豪部のまあ責任者としてちょっと動画を上げようかなと思ったきっかけはですね、まあてな感じでね、まあ、これが何を意味するかっていうと、めちゃくちゃキレてるんだよねライリーが。うん、よく、まあ、俺はな長いし付き合いがで、ライリーの動画を昔から見てる人もね、気づくと思うんだけど、ライリーこれねキレてるんだよ。うん、最後動画の方でちょっとネタっぽくしてたけど、この口調とか声の質で、あ結構キレてるっていうのが分かっちゃったんだよね。だからそのライリーが怒ってるんで、うん、白神大富豪部の最高責任者が怒ってるんで、すいません、おぬーくんとちょっと仲良くしようと思ったけど無理です。はい、うん、あと無理なんで、無理だから潰しますっていう宣言と、あとまあおぬーくんがね僕のことに関してねまた動画を上げていて、また無断でサムネ使われたんだけど、うん、そこの動画に関する、まあ、アンサーということでちょっとやっていきたいと思うんだけどね。まあ結構おぬーくんの動画で俺ボロクソ言われていて、ボロクソ言われてるっていう何かっていうと、俺はおぬーくんのことをプレイが弱いとか編集がなんか多すぎるとかっていう面でバカにしたんだけども、おぬーくんはねこの俺の、まあ、心を傷つけたいのか何なのか、プライベートなことまでね結構バカにしてきたんだよね。うん、そのまあ相当それはちょっと辛かった。うん、中盤ぐらいから見てて、はい、で一応コメントもねおぬーくんに残したんだけどね、正直あれはもう偽善のコメントっていうか、うん、本当に辛かったです。まあ何が辛かったっていうと、まずプレイステーション4で編集そして動画を上げているっていうことを、まあ、指摘されて、うん、いつまで上げてんだこのバカみたいなこと言われたんだけど、まあそのねあれなんだよ、このプレイステーションは俺がそうだな、その、まあ、ゴーストが終わってAW 最初プレイステーション3でやってたんだけど、みんなプレ4に行くわけじゃん。AW の時からプレ4が発売したから、その時に初期型だよ、その時にちょうどうちのねおばあちゃんがくれたんだよね PS4 買ってくれたんだよ。うん、そのまあ言っちゃ形見だよね、おばあちゃんその後死んじゃったんだけど、うん、その形見だから俺は大切にやってるって、まあそういうね、まあ、もう行きたくなかったよ。俺だってこういう、その、過激派というね、一応、名目でやってるから、同情なくてみんなの買いたくなかったんだけど、まあ、こういう理由があって、プレイステーション4で、やっています。うん、これからも変わるつもりはないし、プレイステーション3とか、3じゃない、6とか7が発売しようがなんだろうが、俺は、プレイ4でやるつもり。このね、うん。何回も修理してるし。で、次が、あと、名前を馬鹿にされたんだよね、俺。俺、おぬーくんの名前ってバカにしたいのに、バカにされたんだよ、バーミリオンって、なんか、バーミヤンみたいなとか、うん、とあるレストランとかのさ、名前出されたり、ね、そこの、なんか、回しもんだろうみたいな言われたりさ、バーミリオンってさ、まあちょっと中二臭いっていうか、そんな名前なんだけど、その、なんだろう、それも、その、俺の、死んだおじいちゃんが、うん、死んだおじいちゃんが、あれだったんだよね、好きな色がさ、朱色だったんだよ。朱色、まあ朱色の服ばっかり着てて、うん、その朱色は英語でバーミリオンなんだよね、つまりそういうこと。死んだおばあちゃんからの形見のプレイステーション4で、その死んだおじいちゃんの好きな色を英語にした名前でやってるわけ、俺はずっと。だから俺はネットでね、ゲーム内で煽られようが何しようがいいんだけど、そのおじいちゃんとおばあちゃんバカにされた気分で本当に嫌だった。少し考えればわかるくない、このね PS4 おばあちゃんからの形見だとかさ、俺の名前がちょっとおじいちゃんの好きな色の英語にしたやつなのか少し考えればわかるんだけど、おぬーくんも本当は気づいてたはずだよ。でもそれをまあ気づかないふりしてこうやって言ってくるっていうことは、まあ、そういう人なんだなって思った。あと白神大富豪部がさ、ダークウェブって何なの、人がせっかく頑張ってこんなやってるのに、俺らライリーも俺もポワポワターンもみんな頑張ってやってんだよ。うん、ダークウェブって決めつけてんのね、昔ねみんなでトップ取ろうなって言ったのに俺ら、うん、約束したんだよトップ取ろうなって、健全な実況者であれと。
ね、拳に一発、ね、書いたりして、そんなことやってたんだよ。うん、でも嘘なんだけどさ、今までの全部嘘なんだけど、わかるじゃん、嘘って。ね。でもね、わからねえやつがいるんだよ。うん、今までの本当に全部嘘なんだけど、わからない人がいるわけですよ。まあ、例えば読み上げていくけど、クソゲーだのつまらねえだの言ってんなら COD やんなよ。おぬうくんの動画見たけど、まあ楽しそうにやってるよ。お前はどう？見ててクソつまらねえよ、わら。言われて当然なんじゃねえの？とか。喧嘩したがり屋の寂しがり屋なんですよ。気にしたら負けっすよ。とか。おぬうくん、面白いと思って見てるけど、バーミヤンとその仲間にアホ呼ばれされます。とか。ライリーさんはいい人やわ。ゲームうまいし。おぬうくん面白いよね。バーミヤンは悪く言ってましたがね。ライリーさんは大人でよかった。うん、黙っとけよ、ジジイ。うん、黙っとけ、お前ら、マジジジイ。本当はもうジジイ、黙っとけ、ジジイ。なんでわかんないの？ネタって。ネタをネタとね、見抜けない人はね、ネットを、するべきではね、ないと思うんですよ。うん、ひろゆき風に言うと、本当にそんな感じなんだけど、こんな茶番劇、プロレスみたいなさ、わかるでしょ？今の冒頭に言った俺の発言とかもね、もしかしたら信じちゃう人もいるわけよ。すぐ。ね、ピュアなわけじゃなくて、バカなだけなんだよね、おじさんって。こういう、一人はなんか、変態コメントを残してるやつで、もう一人はなんか、爬虫類好きの、動画を残してるやつなんだけど、爬虫類じじいと変態じじいがさ、全然わかってないわけ。まあ、他にもいたけどさ、ね。こういう嘘をさ、嘘と見抜けないさ、ネットに向いてないおじさんたち、ね。おじさんって憶測で言ってるんじゃなくて、YouTube 登録で13年前とかさ、ね、10年とか前だとか、おじさんじゃん、そんなの。ね、もう、あと、おじさん特有の、区切り。うん、お前は、なんだか、みたいな、めちゃくちゃ区切るやつ。めちゃくちゃ読みづらいしさ、こうやつって、だいたい年齢的にも、中間管理職じゃん、こうやつって。ね、まあ、40代とか、そんぐらいかな。で、そんで、ね、こういう、ネットでね、アンチコメしてくるから、性格もいいわけないんだよ。うん、だから部下からも慕われてないからね。聞いてる？君たち、おじさんたちさ、部下からも慕われてないし、お前らが出社したらコーヒー出されるだろ？部下が、作ってくれて。そのコーヒーの中よく見てみな。部下のタンが入ってるから、ペッつって。クソペッつって、入ってるから。あと、カツラもずれてる、お前らは。だから、ハゲはね、ハゲらしく生きてください。あとね、おぬうくんにも、まあ、言いたいことがあるんだけど、その、おぬうくんに謝罪しろって言われて、俺が弱いって言ったからさ、まあ、おぬうくんが自分の動画で、まあ、1位取って、まあ、謝罪してくれと、俺が弱いって言ったのを、まあ、見たら、200対180で59キロだったんだよね。うん、それ弱いから。うん、10分以上経って、59キロ、弱いよ、それ。うん、なんでおぬうくん、弱いかわかる？自分が、白身大富豪部に入ってないからで。うん。お前も、こっちに来ないか？なんか、逆にこっちに来いって俺に言ってたけど、いや、お前がこっちに来ないか。白身大富豪部、今ちょうどね、ポワポワタンが、全然上げてないから、ちょうど空いてるんです、枠が。実況者枠が、一枠。今しかない。鬼にならないか。お前も鬼にならないか。みんなね、俺も最初分かったよ、白身入る前。でも、みんなマウサーの子孫のライリー様の血を飲んで強くなってるから、俺も飲んで強くなった。世にはびこるコンバーターどもいるじゃん。そいつらも、まあ、薄いけどね。血は薄いけど、ライリーの血が入ってるよ。飲んで。うん。だからあんなにコンバーター増えたんだよ、一気に。ね。で、まあ、そいつらは弱いじゃん。雑魚じゃん、そいつらって。それはなんでかっていうと、血が薄いから、ライリーの。ライリーの血が薄いし、適応できないからね。マウサーの子孫の血に。でも、おぬうくん、スレハンの回し者なんでしょ、自分でも言ってたけど。ねえ、だったらさ、そのスレハンのさ、トップのさ、頭持ってきてくんない？刈り取って。そんでさ、そいつの頭蓋骨いっぱいにさ、ライリーの血を注いでさ、飲もうや。飲もう、一緒に。どうせ空っぽだから。スレハンの頭は、脳みそとか空っぽだから、首だけ刈り取ってきてくれれば、そいつの頭蓋骨にライリーの血を注いで飲みましょう、一緒に。ね。そしたらね、君なら耐えれるよ、血に。行ってきたりともこぼすなよ。高貴なる血だからな。はい。まあね、まあその冗談は置いといて、その、まあ、ライリーも言ってたけどね、うちらとね、関わって大丈夫なのかという話ですよ。まあ、駆け出しのおぬうくんが。
ね、登録者2000なのに再生数も増えちゃうんじゃん、ね、編集もうまいし喋りもうまいし、まあプレイはね、うんうん、なんだけど、そのなんだ、まあなんかジャンヌさんとかいろんな人からなんか声っていうか見られてるらしいじゃんね。だからまあそっちに行った方がいいのではと思うんだよね、白紙とかから絡むより。まあライドも言ってたけどね、うちらはちょっとねグレーゾーンなんで、いろいろとだからね、まあ関わってもね美味しいところはないというか、うん、そんな感じなんですけども、まあ俺もね昔ジョーカーゲームさんとねコラボ動画上げたりしててさ、うん、ジョーカーゲームさんがまだ登録者1万ぐらいいかない頃だよね、一緒になんかたまたまマッチングして2人でなんかお互い動画にしてみたいなね。俺さっき確認したら、ね、俺は残ってたんだけど、まあ、ジョーカーゲームさんの方は俺との動画ね非公開にしてたわ。うん、まあそういうね、まあいろいろ背景もあるんで、いやー悲しかったなあの時は。うん、さっき確認して悲しかったわ。あーそういうことかと思って、うん、まあね捨てられる存在なんですわ、ワイラは。ワイラ白神大富豪は捨てられる存在なんですわ。まあ散々ジェイさんを煽った俺らも悪いかもしんないけど、はい、ということでね、まあね、おぬうくんもね、まあ俺らと関わってもいいけど、有名になったらもしかして捨てるのか俺らのことな。あもうボージェイさんみたいに捨てるんだろ俺らのこと、動画非公開にするんだろ俺ら関連の動画を全部っていうね。まあ茶番を置いといてね、はい、ということでね、まあ、今回も茶番動画だったんだけど、まあまあね、ネタはネタと分かる人だけ見てください。はい、ということでね、はい、今回はこの辺で終わります。